お腹ピーコピーコプーピーコピーコプーお腹がちょいとーってがどもどもどもーこんぬずわです。最近ね、寒ぶだらラーメンバーに食ってたからね、今日はねペコペコだからね定食食ってくべーと思ってね、無料が食堂さんの高松支店来ましたよー。裏ぐずから失礼しますが、それではアイドガンおーらーまあ、いつも混んでっからと思って時間ずらしてきたのも、やっぱり満席だった。何にすっかじゃ。ここはね、何食っても外れやねえが、んでもね、名物行ってみよう。お願いします。はい、ときましたよ。なんたろでっけじゃ、爆弾定食、もとい唐揚げ定食。ちょっとね、醤油こうかけてで食ってみっかな。これかな。りょケチャップだねえか、これは。醤油はどこだ。あ、こっちか。なんだろう、たでっけえじゃこのサタンダギエ。つがが。あらだら、じゃあ行ってみっか。やこにでっけえな。おも。ガオこの一個の重さ、これだよ。あか、これはね、ソウルフードだね。まんまが進む。盛りがいいの分かってから、俺はまんま半分にしてきろって頼んだが、最近はね、あっちこっちさ、唐揚げ専門店ができてっとも、こりゃね、どこさも負けねえよ。うまさも負けねえば、この量、でかさ、くれ。やっぱす、これだ。普通の唐揚げはこれは4分の1だべ。そうせばね、5個ついてっから唐揚げ20個分だが、たんまげんな。ほによし、本気出して食うか。これなに、これなの。よくとくと、ああポンポンだ。ほぬほぬ、どうもどうも、ごっつぁんでした。今日は高松にある森岡食堂さんの紹介でしたよ。まだつまーす。いつの間にか降り出した雨、窓の外は銀の雨が降るってが、ヘバねー、バイバイー。